長代又郎長代又郎4月6日から1941年8月16日は、日本の病理学者、男爵、癌研究の世界的権威、郷和来山。長代千人氏の子、医学界の重鎮長代千人氏の三男として、東京神田に生まれる。慶応義塾幼稚舎、生息学校、第一高等学校を経て、1904年12月に、 東京帝国大学医科大学を卒業する。ドイツのフライブルク大学に留学し、帰国後、東京帝国大学の病理学教授となる。夏目漱石の主治医でもあり、1916年、漱石が病死した際には、未亡人、夏目京子の希望で、漱石の遺体を解剖した。伝染病研究所長や医学部長を経て、1934年、 東京帝国大学第十二代総長に就任する。1936年帝国学士委員会員。1938年、文部大臣、荒木貞夫から総長官選案を示されるも、大学の自治を守るために戦い、荒木の案を撤回させて、総長を辞任する。同年12月28日、東京帝国大学名誉教授の称号を授与された。昭和初期には、 満州へ渡航し、関東軍司令部や731部隊を訪問している。731部隊では研究を視察している。細菌学会などを通じ、石井志郎軍医と交流があった。またがん研究所や日本がん学会を設立し、がんの解明に努力する。父の医師を継いで、公衆衛生院や結核予防会をも設立した。 自ら予言していた通りに癌となり、1941年8月15日、死の前日に医学への貢献により、断尺となる。去年63、長兄長吉岡吉も、医師で断尺。弟、岩永祐吉は同盟通信社の初代社長。弟の長代吉郎は白樺派の作家。妻は、森村組創業者の一人、森村豊の娘、玉。 長男の長代太郎は銀行員で男爵位を継承。太郎の妻に志がな親の次女、留女子を迎えたが一年ほどで離婚。四男の長代武雄も医師で愛知県岸センター総長などを務める。孫の長代末子は作曲家で夫の吉田光一と共に森子なてという共有の筆名を用いている。ありがとうございます。